よいしょよいしょよいしょ、僕フォルテ。おはようございますちょ。フォルテです。シャキーン。今日の企画は、1分間で何回ピアノ弾けるのかチャレンジです。イエーイ。これどういうことかと説明させていただきますと、ギネス記録に、ピアノを1分間で824回弾いた方がいます。こうでね。こうで弾いた方がいます。それに勝ちたいなと思っております。とりあえずね、1分間僕は824回以上弾けばギネス記録更新となります。というわけで、どの体勢が一番早くできるのかを挑戦していきたいなと思います。いろんなパターンがあります。こういうのと、こういうのと、どれが一番ね早くできるのか挑戦していきたいなと思いますよ。それでは1分間を測ってやっていきます。いきますよ。3 2 1。ポチ。あーお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 ーよいしょ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 。疲れてきた。ゲートまずい。あれ、疲れてきた。疲れてきた。疲れてきた。長いよ。あと30秒。普通の曲だったらね、こんなに同音連打っていうのはなかなかないです。まあよく多い方で、スカルラティの。こういう感じのやつがあったりとか、あとカンパネラで。こういうのとか。多くて、こんな感じなんですよ。それがもう1分間に824回。無理だね。限界の壁を感じたね。しかしフォルテは挑戦したいなと思いまっちょ。でも少し疲れたから休憩ってことで、よし次よし、休憩もできたことだから次はこれで挑戦してみたいなと思いまっちょ。両手の3の指、2の指同時に使っていきます。こうやって右手の指は2と3、左手の指は3の指、こういう感じでいきます。見てください。こうダブルでこれを押して、この3の指に2の指を支えていきます。でその上からこっちの指を押します。これでいきたいなと思います。それではレッツスタート。
ちょっと気絶しておりました。真似しちゃダメ。みんな絶対に真似しちゃダメだからね。絶対に真似しちゃダメだよ。疲れちゃう。ギネス記録保持者って、すごいね。思ったよりも、すごかった。いやね、勝てると思ったんですよ、正直。あんなんなこれ。簡単じゃんとか思ってたんですよ。ラーカンパネラでね、こういうシーンがあるんですよ。こういう感じのね、シーンがあって。こういう感じのシーンがあって簡単じゃんとか思ってたんですけど、全く無理なことが分かりました。まあ、今回分かった結果としてはギネス記録保持者は結構すごいと。はい、というわけでね、皆さんもぜひ最後にこういうことはどうでしょう。1,2,2,4,6,8 4,8,12,16,20 この手でいってみます。それでは最後に、僕は天才ですね。これで4,8,12,14,16,22,20,20,20,32,364ずつ進化することができることに気づきました。で、疲れたらこういうのもできますね。よし、よいスタート。 疲れた。一生懸命よく頑張りました。よく頑張った方、ぜひこれいいかもしれませんね。これは結構疲れるので、これでいくと結構疲れないかもしれません。で、ここで疲れないコツとして、4の指と5の指をうまく使います。5、4、5、4、5、4、5、遅くなりましたね。これは使えません。皆様、大変無駄な10分間にお付き合いいただきありがとうございました。フォルテはね、今後もね、音楽のバカなことやったり、音楽の都市伝説だったり、音楽の面白だったり、僕の音楽の成長日記、そして僕の音楽との人生を今後もたくさん投稿していきたいなと思いますよ。それでは、ここまで見てくれて、ありがとうございました。見てくれてありがとうね。よければグッドも押してって、なんならチャンネル登録してね。ゴリマッチョ、ソソマッチョ、マッチョますますボーイ、マッチョ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 が大好きで。